空はどんよりと曇り、台風が接近中とのニュースが流れている。そんな中でも私の心は一つのことに決まっていた。今日推し活行く。スマホで天気をチェックする。風が強まっているのを感じるが、気持ちは揺るがない。推しのためにこの日をどれだけ待ち望んだことか。台風が来るかもしれないけれど、その情熱は嵐にも負けない。台風は直撃するかと思われたものの、停滞しているらしい。これはチャンス、今なら行ける。私は決断し、大阪へと向かった。大阪に着くと、奇跡的に晴れ間が見え出した。まず、テイクアウト専門のコラボカフェに向かおうとした。 UFO テーブルカフェ25だ。台風の影響で営業しているかどうか不安だったが、事前に X で調査しており、今日はカフェが営業していることを確認済み。カフェが出店しているところへ向かった。カフェに到着した私は、期待に胸を膨らませながらキッチンカーの近くまで行った。でもキッチンカーの扉は固く閉ざされていた。台風のための臨時休業か。私は携帯を取り出し X を見直した。なんと今日は定休日だった。まさか定休日だったなんて、自分のミスに驚き少し笑ってしまう。こんな時に限って定休日を見落とすなんて、軽く落胆しつつも自分らしいなと気持ちを切り替える。推し活はこれで終わりじゃない。私は次の目的地へ向かった。次に向かったのはスイーツパラダイス。8月27日からアニメハイキューとのコラボがスタートする。私はこのコラボのニュースを聞いた時に飛び上がって喜んだ。予約が開始されたその日から、コラボ初日の朝11時に予約をしていた。 UFO テーブルカフェ25が閉まっていたのは残念だったが、気持ちを切り替えスイーツパラダイスに向けて歩みを始める。ハイキューのキャラクターたちがデザインされたスイーツを思い浮かべると心が弾む。到着した。よかった。お店はやっているようだ。店内に入ると大好きなキャラクターたちがお迎えしてくれた。さて注文。スイーツパラダイスの滞在時間には限りがある。1秒とて無駄にしてはならない。どのコラボメニューを頼むか、この席に着席するまですでに決めていた。フードは及川と岩泉のラーメン。ラーメンの真ん中にはコートを制すの旗が立っている。ユニークでインパクトのある一品。ドリンクは日向くんのマスカットドリンクとクロウさんのアップルティーソーダを選んだ。どちらもキャラクターにちなんだ味わいで見た目も楽しめる。さらにホットラテにはキャラクターのラテアートがランダムでプリントされるという特典も。どのキャラクターがプリントされているのか、ドリンクを受け取った瞬間にそのラテアートを楽しむことができる。誰が来てくれたのか考えるだけで心が躍る。私はラテアートが到着するその瞬間を待った。そしてついに私の元にラテアートが到着した。私の元に来てくれたキャラクターはトビオくんでした。大好きなキャラクターの到着に満足すると、次はお腹が空いてきた。及川さんと岩泉くんのラーメンに手が伸びる。コラボラーメンを食べるとその美味しさに驚く。醤油味のスープがしっかりと染み込み味わい深い。ボリュームもたっぷりで箸が止まらない。スープは程よい塩加減で、風味豊かな醤油の味わいが口いっぱいに広がる。トッピングもバランスよく盛り付けられており、どこから食べても楽しめる。一口ごとに満足感が増し、ラーメンを食べる時間が至福のひとときになる。コートを制す、いや私は胃袋を制されている。心の中で喜びながらラーメンを楽しむ私。このラーメン、最後の試合で食べられていたあのラーメンを再現したものであろう。この味は私にとって特別な体験となった。コートを制す。この旗は大切に持ち帰ることにしよう。次にバイキングのパスタを取りに行く。スイーツパラダイスのパスタは評判で、どの味も美味しい。私が取りに行ったのはカレーパスタ、明太子クリーム、そしてバジルの3種類。各パスタの魅力がそれぞれ違うので食べるのも楽しみだ。まずカレー味、スパイシーなカレーの香りがふわっと立ち上がる。次に明太子クリームパスタ。明太子の独特な風味がしっかりと感じられる。口に入れた瞬間、クリーミーなソースが滑らかに広がり、明太子のピリッとした辛さがクリームのまろやかさと絶妙に組み合わさり、一口ごとに深い味わいが楽しめる。次にバジルパスタ。
バジルの香りが爽やかに広がり、一口食べるごとにフレッシュなハーブの風味が口いっぱいに広がる。パスタはアルデンテに茹で上げられており、バジルソースが絶妙に絡みついて、食べるたびに爽やかなバジルの香りとともに軽やかな風味が広がる。シンプルながらにもその美味しさは格別。あっという間に3種類のパスタを食べ終わってしまった。バイキングコーナーに吸い込まれるように向かった私は、次にスパイシーキーマカレーと名物カレーのハーフ&ハーフを選ぶことにした。まずスパイシーキーマカレー、一口食べるとそのスパイシーさと旨味のバランスが絶妙で、口の中に広がる香りが食欲をそそる。キーマカレーはひき肉の細かい粒子がスパイスと絶妙に混じり合い、深い味わいを生み出している。スパイスの辛さがじわじわと広がり、クリーミーさも感じられる。辛さの中にコクと旨味が凝縮されていて、スプーンを持つ手が止まらない。次に名物カレー、こちらは豊かな風味と深い味わいが特徴。スパイスの香りがふわりと立ち上がり、カレーの中にはゴロッとした具材がたっぷり、ルーは程よいとろみがあり、口に入れるとその優しい味わいが広がる。スパイシーキーマカレーとはまた違ったまろやかでしっかりとした味わいが楽しめる。ハーフ&ハーフにしたことで、異なる2つのカレーの味わいを一気に楽しめることができた。スパイシーキーマカレーの刺激と名物カレーのまろやかさが口の中で絶妙に交わり、飽きることなく楽しむことができる。私はカレーを心ゆくまで堪能した。カレーを食べ終わったところで私は気づいた。あ、まだ食べれる。最後にパスタを2種類取ってきた。ミートソースとペペロンチーノの2種類だ。まずミートソースパスタ、濃厚でリッチなソースがパスタにしっかりと絡んでいる。ミートソースは肉の旨味がたっぷりと感じられ、トマトの酸味とスパイスが絶妙に調和している。口に入れるとソースのコクが広がり、細かく煮込まれた肉が食感のアクセントとなって満足感が増した。次にペペロンチーノ、シンプルながらその味わいは深い。ガーリックとオリーブオイルの香りがほんのりと漂い、唐辛子の辛さが程よく効いている。パスタはアルデンテに仕上げられており、軽やかで食べやすい。シンプルな中にもその風味と素材の良さが感じられる。最後の一口まで楽しみたい。私は一心不乱にパスタを味わった。各パスタが持つ特徴的な味わいはまるで配給のキャラクターのようだった。お腹はいっぱいになっていたが、スイーツパラダイスに来たからにはデザートを食べないと。デザートコーナーに向かうことにした。そこには数多くの甘い誘惑が並んでおり、どれを選ぶか悩んだ末にショートケーキを選ぶことにした。本当はたくさん食べたいスイーツがあったが、お腹の限界が近い。今日はこのショートケーキに全集中することにしよう。ふわふわのスポンジケーキにたっぷりのクリームと新鮮なフルーツがトッピングされている。美しいフルーツ、見た目も華やかだ。一口食べるとその軽やかさと甘さが口いっぱいに広がる。スポンジケーキはしっかりと柔らかく、クリームは軽やかで甘さが控えめ。フルーツの酸味が全体のバランスをとり、最後のデザートとして完璧な味わいを提供してくれた。デザートも堪能し、心もお腹も大満足。グッズを買って次の推し活に向けて気持ちを新たにする。次に向かった推し活場所は大丸だ。今回の目的は鬼滅の刃全集中展。2回目の全集中展になるが、前回の展示物が本当に魅力的で、2回目だけど楽しみで胸が高鳴る。前回はグッズがほとんど売り切れ状態で満足にお買い物することができなかったので、前回のリベンジを果たすべく会場に向かう。会場では視聴者様にもお会いすることができた。平日なので当日券が販売されていることを確認し、無事に購入。心の中で期待が高まり、展示を見る準備が整った私は会場の中に足を踏み入れる。またしてもグッズはほとんど売り切れてしまっていたが、それでも私の心は満たされていた。展示の内容をしっかり楽しむことができ、推し活の充実感を感じている。心配していた台風もなんとか天気が持ち、電車の遅れもなく、天気がいいうちに移動を終え、予定通りに推し活を無事に終えることができた。今日も無事に推し活を楽しめて本当に良かった。心から安堵しながら満足感でいっぱいの一日を締めくくる。はい、というわけで無事に台風被害にも遭わずに大阪から帰ってくることができました。スイパラで配給の缶バッジ4つ買ってきました。
本当はお金がなかったので3つにしようと思ったんですけど、2000円以上買ったらキャラカードがもらえるということで頑張って4つ買いました。では開けていきたいと思います。狙いは日向くんと剣馬くん狙っていきたいと思います。まあ、でもどのキャラが来ていただいても嬉しいんですけどね。では開けていきましょう。あ、こうなってるんだ。開きにくい。全部出さないといけないパターンだ。いきます。おー、岩ちゃん、岩ちゃん出てくれました。やった。今日ラーメンめちゃくちゃ美味しかったです。では2つ目です。ちなみに結構バラバラのところから取りました。あー、ドキドキする。いきます。めちゃくちゃ被る。もしかして今日、いろんなところから撮ったのに、こんなことある。できればいろんなキャラクターにお会いしたいです。ドキドキしてきた。いきます。ん？あ、赤足くん、やりました。よかった、違うキャラクターに会えました。では最後の1個です。日向くんか天馬くん、お願いします。いきます。私結構日向くんに出てもらってるような気がしますね。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。というわけで今回のランダム缶バッジ、このような結果になりました。配給コラボとそして全集中店、無事に行って帰ってくることができました。本当にね、どうなることかなと思ってたんですけれども、無事に結構できてよかったです。全集中店のリベンジに関しましては別動画で詳しくお伝えしようと思っておりますので、そちらの方もご覧ください。はい、というわけでこの度も皆さん最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ご分を